冬の寒さに打ち勝つレシピ、みかんのせフレンチトーストをご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まずみかんは皮をむいて薄い輪切りにします。蜂蜜の中に漬け込んでおきましょう。フランスパンは4等分の斜め切りにします。ボウルに材料 A の卵、牛乳、みかんの絞り汁、砂糖とみかんを漬け込んだ蜂蜜大さじ1を入れて混ぜ合わせます。フランスパンを浸し、およそ7分から8分そのまま置いて染み込ませます。フライパンにバターを溶かしてフランスパンを並べ入れます。両面をこんがりと焼きましょう。器に盛ってみかん、残りの蜂蜜をかけます。ローストしたアーモンドを散らしてミントを添えれば出来上がりです。みかんの爽やかな酸味がさっぱりとした美味しい一品です。ぜひお試しください。